はい、今日はこの Google から出ているジャムボードというものについて紹介したいと思いますこのジャムボードなんですけどまああのすごい大きいタブレット版の電子黒板って考えてもらったらいいと思いますはいでまあこういうふうに実際にこう使おうとなると大きいタブレットのようなものがこう前にあってでこの女の人が持ってるチョークみたいなものですねこのペンでいろいろ書いたりだとか、まあ、あのポストイット動かしたりだとかそういうことができます でこの見てる方なんですけど iPad とかこの iPhone とかですねそういったものを使ってこの人たちも同じようにこの,あの正面のこのタブレットに書き込んだりだとかアイディアをこうピッチしたりとかそういうことができます。はい、でこれとあのこういうふうに大きいこのタブレットで使うものはまあすごい高いんですが確かいくらだったら。 かなすごい値段がここですねこのジャムボード本体の価格は何64万ですかなのでまあ、とってもじゃないですけどちょっと買えないと思うんですがまあでも今回この実はアプリが出ていまして個人で使えるアプリなのでそれを紹介したいと思いますでアプリはここのア,アプリのところに行ったら出ますね。はいいでこういう,ふうにあの まあ、ホワイトボードをシェアしながらいろいろ書き込んだりだとか、まあ、ミーティングに使ったりだとかそういうことができるっていうのが載ってます。はい。で、このジャムボードなんですが一応開くとこんな風になってましてこれはジャムっていうんですけど今2つしかジャムがありません。で、この今から1つ目を作っていきたいなと思います。で、実際にこれを使うってなると、まあ まあ、あのおそらく学生一人一人がみんな iPad だとか iPhone だとか何かそういうあのデバイスを持っていた方が効果があるんじゃないかなと思うんですが、まあ、今回はそうですね例えば、えっと、ジグソーリーディングを私が授業で取り入れたいなと思っているんですがそれをこのタブレットというかジャムボードを使ってやったらどんなふうになるかっていうのをちょっとあのお見せしたいと思います。 はい、でこんな風にちょっと図をカットしましまたでこ,れここから分かると思うんですが「重、まあ、ーリーディング」っていうのはですねこの一つの A の情報のマテリアルを、まあ、A さんが読んでその A の物語を読んだ人がこういろんなグループにいますで、まあ、B も同じように、まあ、B の情報を読んだ人が各グループにいるっていうことなんですが、まあ、この情報を集まってまず読んでそれをまたしっかり理解して。 でエキスパートになった後で各グループに戻ってきてその読んだ内容を、えーまあ、発表するというか説明するというような活動です。はい、でこれはあのー、私ジグソーリーディングというかちょっとアレンジしたものはよくやるんですが、まあえー、と例えばですねクラスを2つに分けてうんと、まあ、10人いるとしたら5人ずつぐらいですね2つのグループに分けて読むマテリアルは2種類だけっていうものをやります。 はい、でこの1人あごめんなさい5人の方はこの A の物語を読んでこちらのグループ2の5人の方もこの B の物語を読むっていうことですね。でこの読んだ人がまあこう5人いるとして皆さんが皆さんエキスパートになるんですがそのあとでこの A と B でこうパートナーになってお互いに読んだ物語について説明をし合うっていうような活動はたまにやります。 はい、なのでこのタイプのジグソーリーディングを今回このジャムボードを使ってやったらどんな使い方ができるのかなっていうのをお見せしたいと思いますはいじゃあまずどんなふうにやるかっていうことなんですけど、まあ、ジグソーリーディングっていうタイトルを書いてみたいと思いますこれさっきちょっと書いたんですがあのこのハンドライティングレコグニーションっていうのですごい、まあ、英語だけに限るんですがどんなに下手に書いても結構な確率でこう認識してくれます はい、なので、これを用いてこうやって。まあ綺麗にタイトルを書いておきたいと思います。これはちょっと日本語は対応してないので、まあ、英語のみになります。で、その後ですね。まあ、普通のペンとかを使って、じゃあ今日は2種類、えー、読み物があります。一つはそうですね。この洋子の電気だから、この横について。 はい、で、ここからなんですけど、まあ、学生に一人一人聞いて、じゃあ、エミさん、どっち読みたいですかこっち行ってください。とかで、トムさん、こっち読みますかとか、で、ここで、じゃビルさん、こっちですね。とか、今度は、じゃあ、アイさん、こっち、2番の方ですね。とかってやっていくと、すごい時間がかかるので、ここで使えるなと思ったのが、この、ポストイットですね。はい。じゃ例えば、私、こっちに行きまして、今度は、じゃあ、TA の先生、こっち行ってください。っていうような感じで、M になっちゃった。 えーみーですねじゃあこっち行ってくださいじゃあ私こっち行きますっていうふうにやるんですけどでここでこの「アドピーポーっていうのをやるとあの学生を追加でできますで追加された学生はここに自分であの書き込んだりだとかこういうポストイットももちろんできますしもう自由にあの 投稿すすることができますなので1人1台デバイスを持っていたらこういうようなあのポストイットも簡単に投稿することができるのでじゃ1人1枚自分の名前を書いてそこに投稿してくださいっていうようなことができると思います、はい、なのでまあたけしさんが例えばじゃあ僕はこっちの小野洋子の方が読みたいっていうんだったらこれ自分で移動させればいいですしで、まあ、先生が動かすこともできますそれからジムさんはジムさんでこういうふうに出てくるので またジムさんは自分で私はこっちを読みますっていうふうに写しますこれをもう各自であのどんどん学生がデバイス1個持ってたらできるので先生はちょっと待ってるだけでパパパパッと名前が上がってくるような状態が理想じゃないかなと思いますはいでそうしたらまあ例えばですけどそうですねあと5人ぐらい用意しておいてはいっていうような感じでやりたいと思います でこれで集まってなのでこの1のグループは1のグループでみんなで集まってもらってこれ物語同じ物語を読みます2は2番のグループで集まって同じ物語を読みますで読んでもらっている間に先生は他の次のスライドを準備しておけるんじゃないかなと思いますでこの用意する時なんですけどこのみんなが読んでいる文章も最初に Google ドライブに入れておけばですねすぐにアクセスできるので まあ、例えばじゃあ小野陽子それからもう一個は悩み相談それからもう一個は悩み相談なのでこうやって入れておきますでこのここで出したとしても次のスライドに持っていくことが簡単にできます、はい、でこの PDF なんですけど例えばこの小野陽子のやつはこう2枚2ページになってるんですがこれを1枚こう出してで拡大してっていうことも可能です でこれで準備をしてる間に学生が読み終わったとしますでそのたとですけれども今度はこのジグソーなので自分が読んだことを相手に伝えるっていうことでこれがですね、えっとまあ、先生がこう一つずつやってもいいですし各自勝手にパートナーになってもいいんですが、まあ、これも簡単に誰が誰とパートナーになるのかっていうのもこれを動かすことによってあの非常に簡単にパートナーを作ることができます。 じゃあ今度はこのパートナー同士で読んだことを説明してくださいっていうような活動ができますでその後なんですけれども、えーっとまあ、実際にじゃあちょっと読んだものを見てみましょうということでみんなで共有をしていきますでこのその時にこのペンのツールですねこれを使うことができるのでこれ読みながら、まあ、そうですねなんだろうアメリカに行ってニューヨークで大学に入りましたとか、まあ、グレープフルーツ 発表しましままたととかいいろろ書くことができますもしもこの尾の横が分かんないっていう時だったらここうういうことができますでその他なんですけれども、ま、た例えば飛行機が分からないっていった時にこれまあ説明してもいいんですけどまあ説明がしきれないっていった時にはやっぱ絵を描いたりするのがあのいいんじゃないかなと思うんですけどこれもこのオートドローっていうのが。 あるのでこれを使うと結構私みたいにこんな絵が下手なのでも結構出てくるんですよなのであ「これ飛行機ってこのことですね」とかいろいろできます、はい、で結構このオートドローなんですけどいろんな絵が出てくるのでまあちょっと楽しいといえばすごいやってる方も楽しいです、まあ、花とかはこんな風に出てきたりとかでも雪の結晶とか花とかいろいろ出てきますねとかあとなんだろう いとか出るかな。い,いは手になっちゃうのあ出ましたね出ましたのでこういう風にやったりだとか色々いろいろできると思いますがまあ、結構複雑な絵とかもあったりするのでまあ、それはそれであのまあ、どこまでスッとこうオートドローであのこういう絵になって出てくるかっていうのはわかんないんですけどまあ使える時には使える機能じゃないかなと思います。はい、でその後なんですけれどもまあ、こういう風にやって でもし分かんない言葉があったらそれをちょっとチェックしておきましょうということで,、はい、で例えばこれじゃあ今日あの知らなかった言葉とかもう少し詳しく調べてみたい言葉とかを、まあ、この辺に書いておいて。 でまあ分かんない言葉をちょっとじゃあ今度各自調べてみましょうということで、まあ、できたら面白いなと思ったのがこの単語帳を各自1枚このスライドを担当することでクラス全体で単語帳を作るっていうことができたら面白いんじゃないかなと思いました、はい、なので例えば「まなという漢字がとか「あの南という言葉が分かんなかった人はこう1人1枚この「南っていうのを作ってで他の人は他の人でこういう風な芸術っていう言葉について調べたりとかそういうことができると思います はい、なのでこのさっきのものでもじゃあ分かんなかった言葉を使ってそれで、えー、とつあのスライドを1人1枚担当してみましょうってなった時にも先生が「じゃあ何年さん芸術やってくださいし書いてください」っていうよりも各自が自分でこのスクリーンにアクセスができるので例えば「じゃあ私芸術やります」って言ったら各自こうやって消していったりだとかまあ、斜線でもいいんですけどでやったりとかで、まあ、全員終わったんですけど虫眼鏡、ね、あと。 まだ一個残ってますけどっていう時とかでもじゃあ僕がもう一つやりますとかってこうあのそ率先してあの積極的に参加をすることが可能になるんじゃないかなと思いましたはいでまあなのでそうやって1人1つ言葉を担当するとして1人1枚この言葉を使ってスライドを完成させることが可能になると思います、はい、でその時にも学生もこの全部の機能があの使えるようになるので、まあ、設定は 必要でですけれども使えるるようになるのでこのポストイットを使ったりだとかあとは、まあ、あのこの辺でスタンプですねこのスタンプが使えるので、まあ、数は少ないんですけどこれを使って、まあ、いい文とかこういう悪い文とか注意点とかを書いてもいいですしあとは、まあ、自分でインターネットに行って、まあ、著作権とかあの気をつけなきゃいけないんですけどこういう写真を持ってきて説明したりとか。 はい、でこういうような1人あの1枚スライドを担当する単語帳が出来上がったら前に来て1人ずつ来てちょっと簡単に発表してもらうとかそうすると印象に残るる授業ができたたりするのかなと思いましたでこの便利なところなんですけどその後にこの「シェア・ジャマーズ・ PDF」っていうのがあるのでこれを PDF にしてシェアをすることが可能になります。 はい、なのでそうするとこのみんなが自分で作った単語帳が PDF になってそれを見ながらまた覚えてもらうとかってするとすごい思い入れの強い単語帳になりますしちょっとこういいいいいろんんなななな違いがあって面白い単語帳になるんじゃないかなと思いましたあの、まあ、理想としては1人1台 iPad とかそういうデバイスがあればすごく簡単にできると思うんですけど。 まあこういうことができるんだっていうのを知っておくとすごいあの今後のいろいろのまた新しいアイデアとかも浮かんでくるんじゃないのかなと思いました。是、は、非、い、チェックしてみてください。